ダメじゃないか。ちゃんとフリフリ取らなきゃ。お、あれなんだ。はい、ということで今回からですね、こちらのクレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ春日部映画スターズをやっていきたいと思います。続きから遊ぶモードだよ。初めから遊びます。どこに記録する。いや、ほんと今屁が臭いで私一瞬笑いそうになってほんとに押せないんだ。じゃあもうせっかくだ3にしようかな。データでいいのね。あら、ねねちゃん、はい。どういうゲームか私よく分かってないんですよね。大丈夫かな。結構ミニゲーム系が激しいゲームっていうのは知ってるんだけど、ただ私にできるか。うわー、知ってるキャラばっかりだ。カスカベヘガクサイ。でもダメそれ、ほんとそれ急に言われると笑っちゃう。ほんとしんちゃん、その歌何？シロと遊んでたら、お空から流れてきたんだぞ。カスカベヘガクサイって。ヘガクサイじゃなくて、映画祭。映画のお祭り。もうすぐカスカベで映画祭が開かれるのよね。ほうほう、だから最近変なハクションをした人がいるんですな。ハクション？オラもあのハクション着てみたいぞ。てぇしんのすけ、それを言うならファッションだろ。そうとも言う、恋口醤油。だから映画キャラクターのコスプレをした人たちがたくさんいるんだね。素敵。この間も映画祭の宣伝の飛行船が飛んでいたのよ。あ、見たよ。街中で映画祭を盛り上げようとしてるよね。映画祭って春日部でいろんな映画が見られるお祭りでしょ。僕、少年忍者吹雪丸の映画が見たいな。僕は石物語って。え、その映画面白いのかな。え？でも作ってもらいたい。坊ちゃんらしいね。オラは水着のお姉さんがいっぱい出る映画が見たいぞ。たく、しんのすけは仕方ないな。ねえねえ、スカウトの人はいないの？ねえねえ、映画に出たい。ねねちゃんが？何よ、文句ある？いや、なんでもない。才能が認められて芸能界デビューしちゃったり。そんなの撮影がないと無理なんじゃない？撮影されるかもしれない。本当？カスカベに住んでる人がエキストラで出られる。エキストラって何？街のシーンとかにいる大勢の人たち。ネネはエキストラじゃなくて主役向きなの。女の子が主役の映画があればいいけど。え、そうだよね。
おい変なの拾った。どこで拾ったのそれ。それカチンコじゃないか。カチンコ。変なところで区切るなよ。カチンコだよ。カチンコは映画撮影に使う道具。じゃあ映画祭のスタッフさんの落とし物かしら。きっとそうだよ。交番に届けよう。カンカンカン、浦監督。あ、浦のお尻にぴったり、ジャストフィット。あ、お尻にカチンコつけるな。あ、監督だ。おい、こっちだ。準備を急げ。おお、なになに、一体何が起きたの。はい、シーン取り戻せ、僕らの友情キーワード、よろしくお願いします。どういうこと。何してるんですか監督。もっと突っ立ってないで、撮影しますよ。え、ほら、ガチンコを鳴らして僕たちを呼んだじゃないですか。ガチンコ持ってるんですから監督です。さあ撮影してください。おい、ほら監督。さあ君たちも急いで。そうそう、急いで急いで。で、何を急ぐの。それでは監督、撮影スタートをお願いします。撮影スタート。急じゃない、なんかいろいろ。あ、待って、ロード中めっちゃ可愛い。うわ、懐かしい、大好きこれ。ちょ、説明。うわ、ちょっと待って、懐かしいな。うわ、合言葉ってなんだっけ。下髪のスロットを止めて合言葉を思い出そう。うわ、誤解間違えちゃダメだって。私間違えそう。ランクが足りませんって言われたんだけど。あ、そう、やる気とかあるんだ。うわー、すげえ懐かしい。なんだっけ、大好きこのシーン。あ、かわいい。ファイヤーファイヤーファイヤー、簡単じゃない。でもゆっくりだね。はい、すごい、これ映画そのままじゃない。すごい、ちょっとこれはテンション上がる、うん、はい、OK です、お疲れ様でした。あ、おっと、いちいちオンにしなきゃいけないのね。はい、行っちゃった。 OK って言ってたけど、ちゃんと撮影できたのかしら。裏の唱られた監督の才能のおかげですな。それを言うなら秘められただろ。いや、それほどでも。褒めてない。あ、見つけたのです。お、ねえ坊や、そのカチンコどこで見つけたの。いかにも映画にいる敵キャラって感じだよね。っていうか、お姉さんたち、映画館で食べるポップコーンは何味が好き。ほら、抹茶キャラメル。私は塩かな。トーキーはカフェオレ味が好きなので。変わってるよね。あんた、何答えちゃってるのよ。ねえねえ、お姉さんたち、今度俺と一緒に映画に行かない。いきなりナンパしてくるなんて、おかしな子ね。ごめんなさい、私たち君の持っているそのカチンコに用があるのです。お、これのことですから。カチンコを落とした人。ええ、
返してくれるかしら。すみません、しんのすけがおもちゃにしてしまいました。ちょうど今交番に届けようと思っていたんですよ。でもね、そうしたら撮影が始まっちゃったのよ。そうだぞ、オラが監督になって撮影したんだぞ。カチンコ鳴らしちゃったのです。鳴らしちゃったのです。それで撮影もやっちゃったの。やっちゃいました。びっくりなのです。僕ちょっとここで待っててね。いつまでも待ってる。ほら、トウキ、こっち来て。おい、しんのすけ、カチンコを勝手に使ったんで困ってるようだぞ。おお。ちゃんと謝った方がいいよ。あ、戻ってきた。じゃあ、改めて、私はサイレンよ。なんか聞いたことある声だな、この人な。ね、トーキーは私はトーキーなのです。よろしくなのです。私たちは2人とも映画祭のスタッフなのよ。ほら、野原しんのすけ、しんちゃんって呼んでね。ねえねえ、お姉さんたち映画祭のスタッフさんなの。そうなの、ちょっと訳ありだけどね。トーキーたちね、そのカチンコを探しにここに来たのです。ほら、しんのすけ、カチンコを返せよ。待ってください、それはしんちゃん監督が持っててほしいのです。しんちゃん監督？監督だなんて照れますな。で、監督って何？あらら。監督っていうのは映画の内容の全てを任される人のことなのです。その映画が面白いかどうかは監督次第なのよ。まあそれはあるよね。リアルでも よくあることよね。うん。しんちゃん監督にはこれから撮影、トーキーたちは撮影のことを撮影映画って呼んでるのですけど、その撮影のをしんちゃん監督にやってもらいたいのです。ちょっと待ってください、子供が監督なんてできるわけないじゃないですか。でも今撮影がやっちゃったんでしょ。それはそうですが。ね、大丈夫よ。そのカチンコを使えるってことはしんちゃんが撮影画を撮れるってことなのよ。はあ、そうなのです。このカチンコには特別な力があるのです。だからさっき撮影のおじさんたちが急に出てきたのね。その特別な力はカチンコを鳴らせる選ばれた人にしか使えないのです。だからしんちゃんに監督をしてもらわないとお姉さんたち困っちゃうのよ。困っちゃわないで、オラにお任せ。私はちょっと困らせてもいいかなって内心、監督か、いいな、しんちゃん。いや、おにぎりには無理よ。やりたい。ここは映画に詳しい僕が。なんなん、さっきも言った通りカチンコは選ばれた人にしか使えないのです。だから他のみんなが使おうとしても。このカチンコって重い。僕にも貸して。そんなことないぞ。ほら、カッチンカッチンカッチンカ。しんのすけにしか使えないってのは本当みたいだ。僕の方が監督に適しているのに。うわあ、残念。できーん、いいこと思いついたのです。
にも人手がいるのです。そこで皆さんも撮影映画を手伝ってほしいのです。やったー、ねね、出演してあげてもいいわよ。僕もやる。しょうがないな、しんのすけだけじゃ心配だから僕も力を貸します。みんな、いい子ね。ありがとう。私たちもアシスタントディレクターとしてサポートしちゃうのです。アシスタントディレクター、つまり AD。 アシスタントディレクターが春日部で、オラと撮影がだから略してアシスタントディレクター春日部ですな。長いよそれ。それを言うなら ADK でいいんじゃないか。アイドルみたいで素敵ね。ネネも入りたいかも。できたら数字がつけばもっといいんだけど。48とか。46じゃダメなの？ねえ。てきー！トーキーたち二人の年を足せば。え？え？何歳なんだろう。おお、ADK48 ってことですな。2人で48ってことは、トーキーさんって今いくつ？トーキーは今19歳なのです。ちょっと、それ以上は。トーキーさんが19歳ということは、48から19を引くとダメよ、引いちゃダメよ。わざわざ計算しないでいいのよ。29歳。29歳。29歳。まあでも29歳って若いって。まだ29歳。29歳。こら、一人ずつ言うな。すごい、全然見えないわ。ネネのママより年上だなんて。そんな29歳って言ったらオラの母ちゃんと一緒だぞ。大丈夫ですよ、全然29歳には見えないので。ほら、決めたぞ。たとえ30歳手前の29歳だとしても30手前とかつらいな。母ちゃんと同じ29歳だとしても。あのね、お姉さん綺麗だから俺的には OK ってことにするぞ。もう何度も何度も29歳って言うんじゃないわよ。そんな怒った顔も素敵。素敵なのです。だからサイレンさん、少し落ち着くのです。そうね、子供相手にムキになりすぎたわ。綺麗なのに怒った時はオラの母ちゃんよりも怖かったぞ。まあ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 。それじゃあ監督、トーキーたち ADK48 がしっかりサポートしますから、早速撮影映画に取り掛かるのです。はーい。私サイレンさん好きですよ。てか思ったよりストーリーがしっかりしてますね。なんかどんどんミニゲームやらされる感じかと思ったらね。出発を進行。え、すごい。なんかすごくない？なんかこの、なんて言えばいいの？アニメっぽい。ね。よ。よ。しんちゃん監督、この先に撮影画をする撮影所があるんだけど、トーキーがちょっと困ってたみたいなのよね。何でした？そりゃ変態だ。変態なんだもん。変態じゃなくて大変ね。そうとも言う。しんちゃん監督、トーキーの話を聞いてあげてみて。サイレンちゃんはトーキーちゃんの相談には乗ってあげたりしないの？
それはあれよ、スタッフや役者の人のお悩みを解決するのも大事な監督のお仕事なのよ。そう、それは AD がやった方がいいんじゃないの。おお、監督って意外と変態なんですな。大変ね。だから頑張ってちょうだいね、しんちゃん監督。どこにいんの？トウ、ね、坊ちゃん。よ、しんちゃん。お、坊ちゃんどうしたの？向こうでトウキーさんが困ってたみたい。ここはオラの出番ですな。待っててね、トウキーちゃん。てか公園広くない？思ったより。え、いや、あの滑り台をさ、あれしないと進めない場所って何？ねえ、トウキーちゃん大丈夫？お悩みがあるって聞いたけど。しんちゃん監督、そうなのです。撮影画を始めたいのに人手が足りないのです。だったら今こそ春日部防衛隊が立ち上がる時ですな。春日部防衛隊？なんかかっこよさそうなのです。俺たちは春日部の愛と平和を守る春日部防衛隊なんだぞ。さすがしんちゃん監督、とってもかっこいいのです。そんなわけで人手が足りないのであれば、俺たち春日部防衛隊にお任せあれ。それじゃあ撮影画が始まる時になったら来てくれるように皆さんに伝えてきてほしいのです。俺たち防衛隊は風間くんとねねちゃんと坊ちゃんに、あとはあ、そうそう、マサオくん。ひどい。まあしょうがないの、おにぎりだからね。マサオくん忘れられてちょびっとかわいそうなのです。ともかくしんちゃん監督、防衛隊の皆さんにお伝えください。俺にお任せ。どこにいんのみんな。はい、いたわめっちゃ近くにいたわ。風間くん、風間くん、どうしたんだしんのすけ。トウキーちゃんが撮影画やるから集まってほしいって。わかった、撮影画が始まる時間に行くよ。忘れちゃダメよ、トールちゃん。トールちゃん、気持ち悪い言い方するな。お、ねねちゃんどこ？いた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 。よ、ねねちゃん。どうしたのしんちゃん。トウキーちゃんが撮影画するときになったら来てねってさ。撮影画？もしかしてねね主演の撮影画かしら。手伝いだって言ってたから多分違うと思うぞ。わかったわ、なんかがっかり。あ、だから冷静にフルボイスなのやばくないね。しんちゃんのゲームでその辺すごいよな。 DS でもフルボイスだったもんね。よ、マサオくん、トウキちゃんが撮影がするから集まれってさ。でもマサオくんが来なくてもオラがバッチリトウキーちゃんのお手伝いをしちゃうぞ。そんなこと言わないでよしんちゃん、僕だって撮影画のお手伝いしたいんだから頑張るよ。時間になったら僕も行くからね。あ、マサオくんね、声優さん的にはすごい好きなんだけどね。なんだろうねなんだろうね、ほんとね。よ、よ、撮影画をしたいんだけど手伝いの人が足りないんだって。僕も手伝う。おお、さすが坊ちゃん、話が早いぞ。撮影画の時間になったら来てね。お、よし、これでおあれじゃない、お使い終了ね。はい、結構お使いゲーですね。よ、トウキーちゃん、みんな来てくれるって。本当ですか？そ
これじゃあやっと撮影画ができるのです。じゃそこで何を撮るのでもねえ。なんか嫌だな、汚い感じしない、なんか出たって。これは監督ポイントなのです。何それ。今みたいにお悩みを解決したり撮影画をクリアしたりすると増えるしんちゃん監督の経験値のようなものなのです。イケイケオケチ経験値なのです。しんちゃん監督の監督としてのレベルが上がるってことなのです。わー、レベルアップ。せっかくなのでレベルを上げてみましょう。まずはスタートボタンでいろいろ画面を開いてみるのです。監督レベルアップを選ぶのです。試しにやる気のレベルを上げてみるのです。わー、なるほどね、なるほどなるほど。したのはやる気なのです。やる気？やる気は撮影画をするとだんだん減っていってしまうのです。ほら、トーキーちゃんとサイレンちゃんの前ならやる気みなぎっちゃうぞ。そういうのとはちょっと違うのです。やる気はお家に帰って休憩しないと回復しないのです。だからやる気のレベルを上げておけば一度にたくさんの撮影画ができるというわけなのです。ところでさっきやる気のレベルを上げたとき他にもレベルが上げられる項目があることには気づきましたか？もちろん気づいたぞ。さすがしんちゃん監督なのです。どういたましてスキルのレベルを上げると監督だけが使える特別な力、監督スキルがたくさん使えるようになるのです。監督スキスキ？監督スキルなのです。もう一つはランクでレベルを上げるとより難しい撮影画にチャレンジできるのです。ほら、何のレベルを上げればいいか迷っちゃうぞ。そんな時にはオートレベルアップがおすすめなのです。便利。オートレベルアップをオンにしておくと監督ポイントが手に入った時に自動的にポイントが振り分けられてレベルアップできるようになるのです。おお、それは便利ですな。しんちゃん監督、早速オートレベルアップをオンにしておくのです。オンにする。それじゃあオンにするぞ。了解。オートレベルアップの設定は監督レベルアップの画面でいつでも変えられるのです。それでは早速撮影画を始めるのです。やっと始めれるよ。結構かかったね。さてさて、あ、嵐を呼ぶ花嫁しかないのね。やりましょう。え、花嫁どうだったかな。ね、かわいい。ちょっと待って、説明見よう。わかんない。はいはいはい。タッチして遊ぶよ。私タッチ苦手なんですけど大丈夫？はあ、はあははあ。はいはいはい。うわ、むず。ちょっと大丈夫？まあでも難易度簡単ですからね、まだね。さあ、行きましょう。神さんのお婿さんは、俺だ！これが、撮影画のクリア帳。今回の撮影画には、ベス。すごいな、上画面。ねえ。ぶっつけ本番！ぶっつけ本番。よーい、アクション！おう、おう。
さすがに簡単。まあ、これはね、これは簡単ですよ、さすがに。お、撮影映画をクリアしたら、なんか落ちてきたぞ。それは、監督クラッチカードなのです。クラッチカード、撮影映画を成功させていくと、こうして映画パワーがもらえたりするのです。まあ必ずってわけじゃないんだけどね。おおお、カチンコにそのカードをスラッシュすることで力を使えるようになるのです。その時、監督パワーカードスラッシュガシャって言ってくださいね。かっこいいかも。やってみせてよ、しんちゃん。カードスラッシュガシャ。かっこいい。でも見た目は特に変わらないのね。ちょっと待ってください。カチンコガイドブックを見てみますのです。ガイドブックなんてあったんですね。撮影画をするにはカチンコの力が重要だからね。用意してきたのよ。わかりました。カチンコをよーく見てみるのです。カチンコに監督パワーのマークが出てるのです。お、裏のマークがあるぞ。そのカードの力は監督ワープだそうよ。それがあれば一回でも行ったことのあるところなら自由に移動できるって。ワープ？そんなことできるのかな。あら、信じられないの？ねえ、しんちゃん監督、使ってみせてよ。おーい、監督ワープ。うわー、家だ。お、母ちゃん。うわ、びっくりした。いきなり何よ、しんのすけ。おー、うちに帰ってきたぞ。本当にワープしちゃった。お邪魔します。あら、みんなもいらっしゃい。どうも、いきなりお邪魔しちゃってるのです。まあ、こう見るとミサイちょっとおばさんに見えるわね。同い年とは恥ずかしいとこ見られちゃったんで、なんなのあなたたちは。サイレンちゃんとトーキーちゃんだぞ。しんちゃん監督にはお世話になってます。お世話って、しんのすけ、どういうこと？お世話してるんだじゃん。それにしても、うん、ふん、何？やれやれ、29歳でこうも違うのか。どういう意味よ。いや、別に。はい、あゆ。おいおい、なんだ？もしかして、しんちゃん監督のお父様なのです？うふん、お騒がせしてしまい、すみません。結構異常事態よ、ずっとうんふんって言ってんのね。うわ、美人。あ、いらっしゃい、大丈夫、全然平気ですよ。おい、しんのすけ、この美人さんたちはお前の知り合いか？サイレンちゃんとトーキーちゃんだぞ。しんちゃん監督のアシスタントディレクター、通称 ADK48 のトーキーなのです。同じくサイレンよ。野原ひろしと言います。いや、こんなに綺麗な方が2人も。我が家がすっかり明るくなったようですよ。だーねー、いてててて、俺はただで、あなたたちは何なの？しんのすけが監督ってどういう意味？まずは何から説明するべきかしらね。そうですね、トーキーたちは映画世界から来たのです。ってどういうこと？で、
なんでしんのすけたちまで驚いてんだ。ねねたち、映画の撮影を手伝ってただけかと思ってた。映画世界から来たなんて今聞いたもので。それじゃあトーキーさんたち、カスカベ映画祭のスタッフさんじゃなくて別世界のお姉さん。いきなりそんなことを言っても信じられないと思って、実際にカチンコの力を体験してもらったの。言わなくてごめんなさいなのです。それで映画世界っていうのは？私たちの映画世界では、この世界で作られた映画を正しいストーリーのままでいられるように管理しているのです。私たちがちゃんと管理していないと、勝手にキャラクターたちが動き出して、この世界の映画がめちゃめちゃになっちゃうんだから。でもある日とても大切なフィルムに穴が開いてしまったのです。穴？ねえあなた、ご飯にする？お風呂にする？それとも寝る？あんたはちょっと黙ってて。なんでフィルムに穴が開いてしまったのかわからないのですが、穴のせいで正しいストーリーがわからなくなって、映画世界の住人がカスカベに出てきてしまったので。だから最初いっぱいいたのね、よく知ってるキャラクターたちが。なるほどね。ねえみんな、変な格好の人見たでしょ？うん、公園で遊んでる時見たよね。変なハクションの人。ファッションの人。そういえば俺も見たな。あれってカスカベ映画祭のコスプレじゃなかったのか。すっごいミニスカートで胸もバーンってな感じでな。いやーよかったな。最悪。父ちゃん、どこで見たの？今から見に行こう。これだからうちの男どもは。それで僕たちが見た人は映画世界の人たちだったということですか？ピンポンパンポン。ちょうどカスカベ映画祭と重なって気づきにくくなってたのです。そこで私たちはその穴を塞いで両方の世界を元に戻すために来たってわけ。穴を塞ぎに？でもどうやって穴を塞ぐの？このために伝説のカチンコがあるのよ。おお、カチンコ。この伝説のカチンコを鳴らせば穴を直すのに必要なものが揃えられて撮影が始まります。穴を直す撮影、それが撮影画なのです。なるほど。おお、じゃあさっき僕たちが撮影画に出演していたのは。そのシーンの撮影画にはあなたたちが必要だったってことね。皆さんがやってきたように穴の開いたところを全部撮影画していけば、フィルムの穴はなくなってみんな映画世界に戻れるのです。そこでフィルムを直すためある人によって映画世界から送られたのが私たち二人ってわけ。あなたたちが映画世界からフィルムを直しに来たってのは分かったわ。だけど何もしんのすけが監督をやる必要はないんじゃないの？それがこの伝説のカチンコは選ばれた人しか使えないのよね。はい、ジャストフィット。やっぱりしんちゃんのお尻の形にぴったりね。カチンコが使えたことといい、このカチンコのぴったり具合といい、やっぱりしんちゃん監督こそカチンコに選ばれた人なのです。本当にしんのすけに監督が務まるのかね。でもでもでも、それだけじゃないのです。5歳児とは思えないセンスと目の付けどころ、やっぱりしんちゃん監督には監督の才能があったのです。そこでそんなセンスをお持ちになったしんちゃん監督の家族の方にも
緒に撮影画をしてほしいのです。お願い。野原ひろし、全力でお手伝いいたしましょう。ちょっとあなた、そんな簡単に。はいはいはい、いいな、ひまわりいいな、なんかずっと怒ってるな。いいじゃねえか。それに俺、昔から一回でいいから映画を撮ってみたかったんだよ。それにシーンによっては俺も出演できるかもしれないんだぜ。髭剃ってこなくちゃな。足の匂い消さなきゃな。足の匂いは関係ないだろう。私はイケメンな俳優とのラブストーリーならやってもいいかな。おっしゃる通り、撮影画によってはイケメン俳優さんも来るかもしれません。うまくいけばお近づきになれるかもしれないのですよ。そうね、私はあんまり興味ないんだけど、子供たちがやる気になってるのに私だけ嫌がるのも大人げないし、お胸もないし。うっさい。とりあえず私は協力するわ。ねえねえ、僕もママを呼んできちゃダメかな。あら、いいわよ。じゃあネネもママを呼んでくるわ。でも僕らの家族だけが増えてもあんまり変わらないんじゃ。てきーん、トーキー、いいこと思いついちゃったのです。カスカベに住んでる人みんなに手伝ってもらうのです。おお、トーキーちゃん、太もも。それを言うなら太っ腹だろ。あんた、また勝手に。手伝いは多ければ多いほど助かりますし、それに春日部の人にはエキストラで参加してもらうつもりだったのです。ちょうどよかったのです。です、そういうものかしらね。そうそう、皆さんそういうわけで、春日部の人たちに撮影画の手伝いをお願いしに行っちゃうのです。ほっほい、出発進行、ナスのお進行。出発を進行。よし、ということでですね、ねえ、ちょっとこっちに来てくれない？とっぺまだ。とっぺまおる。はい、ということで今ね、多分セーブも入ったと思うので、この辺で一回終わろうかなと思います。だいぶちょっとストーリーがね、すごい長く続いたんで、ちょっとなかなかね、喋る隙間もなかったですけれども、いやー、これ楽しみですね、今後がね。個人的にやっぱ私の好きな映画のキャラに早く会いたいね。やっぱブリブリ王国の秘宝かな。すんの化粧時に会いたいね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。いやー、照れますなー。